第14代モートン伯爵ジェームズ・ダグラスと、その家族の肖像画第14代モートン伯爵、ジェームズ・ダグラスは、イギリス・スコットランドの貴族。1702年、スコットランド貴族第13代モートン伯爵、ジョージ・ダグラスとその5歳、フランシスの間の長男として、スコットランドエディンバラで生まれる。ケンブリッジ大学キングスカレッジで学び、1722年にマスター・オブ・アーツの学位を取得。1738年1月4日に父が死去し、第14代モートン伯爵位を継承した。1739年から1768年の死去まで、スコットランド貴族の貴族代表議員として、貴族院議員に列した。議員としての所属政党は、ホイッグ党だった。また1761年から1768年の死去にかけて選挙名簿管理長官を務めた。1746年に放出しているが、ジャコバイトに傾倒したためとみられる。30年ほど王立教会フェローを務めた後、1764年から王立教会会長を務める。大英博物館の最初の評議員でもあった。またフリーメイソンリーであり、1739年から1740年にかけてスコットランドグランドロッジのグランドマスター、ついで1741年から1742年までイングランド、首位グランドロッジのグランドマスターを務めた。1768年10月12日に死去した。爵位は息子のショルトが継承した。1731年以前にアガサ・ハリー・バートンと結婚し、彼女との間に5男3女を設けるが、次男ショルト・チャールズ・ダグラス以外の男子は全員早逝し、ショルトが第15代モートン伯爵位を継承する。女子のうち三女メアリーは第4代アボイン伯爵、チャールズ・ゴードンと結婚した。1748年にアガサと死別し、1750年に第2代準男爵サージョン・ヒースコートの娘、ブリジットと再婚。彼女との間に男子ジョン・ダグラスを設ける。このジョンの息子が17代モートン伯爵位を継承するジョージ・ダグラスである。ありがとうございます。